住んでる国はアイルランドですね。ちょっと英語が読めないな。これアイルランドしたからかな。アニマルクロッシングやっておこうかなと思います。なんかこれ目の錯覚でギターのさ、ネックがさ、前側に来てるように見えないこれ。とだけこれ折った。あ、ようこそ動物の森へお越しくださいました。どんな気分ですかと。ちょっと社会に疲れたんでのんびり過ごしたいですかね。戸田恵子君、これギター叩いてるだけでこの音出んのか。最強のモンスターだな。いやー、このビデオゲームとの操作性の違いとかもわかんないんでね、楽しみだな。まあ、じゃあちょっとキャラクター作ってきますよ。はい、できました。テーマは羊。完璧でしょう。よろしく。なんかデザイン的には昔の道盛り、DS とかの道盛りに近いかな。結構滑らか。すごいいいね。これ小中学校以来のこの水の岩の石鹸入れみたいな。すげえ不潔だよね、これ。ズバリそうです。私がこの土地の管理者です。じゃあ名前決めます。はい。エチオピア太郎さんです。こんにちは。よろしく。はいはいはい。ドーナツ化現象ね。了解です。目に見えるね。ここが栄える景色が。嫌だな。嫌だな。嫌だな。これでしょ。これでしょ。とりあえず自分の私服を肥やしとこう。あ、レモンうまいよね。でもこの色的にまだ熟してないね。僕レモンすげえ好きなんですよ。本当にもう冗談抜きでもう1個丸々食べてたから。あとあれあるじゃないですか。レモンのさ、形したパッケージのレモン汁みたいな。それもう僕、直飲みだったよ。なになに？あ、これあれか。リンゴが欲しいのね、こいつ。アポロ。こんにちは、アポロ。こんにちは。はい。これさ、いつも気になるんだけどさ、どっかに名札とかつけてんのかな？名乗ってないんだよね、僕は。動物ってそういう特徴あんの？名乗らせてほしいんだよな。ここに来たんでってすごいな。今週で喋ったね。取ってきてあげましょう。よろしく。気のせいだよな。まだ拾ってねえもんな。持ってます。持ってます。あ、偉い。最近の感染症のことを考えて、やっぱりリンゴ一個一個もね、袋保存の時代ですよ。いや、なかなか2個目のついでという割には大胆な要求ですけどね。他の果物全部持ってこいっつってんだよ、こいつは。仕方ねえな。持ってきたよ。お前さ、二度目はないぞ。マジで俺一歩も動いてないんだから疑えて。もともと持ってたんじゃないのみたいな。はい、あげます。これでもらえるふわふわの元の数予測します。4。なんだこれ。いや、楽しい世界ですね、これ。正解した。やった。これで将来安定だ。いやでも悪いですよ。そんな急がしちゃったらさ、家具の質が下がっちゃうよ。うわ、やれって言ってくるもん、これ。もう怖いよ、しずえさん。1分ぐらい待ってあげようって。1分で作ってくれるんだよ、あれ。待ってあげようよ。いや、恐ろしい。1分のカウントが一向にされていないぞ。うわ。この世は闇社会だな。来ました。ブルー。やっといきなりなんかかっこいいの来た。テントどうしようかな。あれテント、もうここって言われてない。あれ自由にさせてくんないの。やばいやばいやばい。手が勝手に。うわ、また自然にやられた。怖い。どうですかしずえ様、どうですか。はい、すいません。いや、あなたが気に入ってくれればいいんですよ。いや、もう、しずえさんがそうしたいなら、ちょっと、僕もそうしますよ。全力で。もう、村人全員呼んできます。動物って、おい。動物って。なんかストレートすぎんだろ。動物リストって、おい。なんか奴隷みたいだな。まあ、もうね、アポロは手なずけてあるんで。あいつ果物さえ食えればどうでもいいから。背筋いいな。おお、一人人工呼吸じゃん。居心地いいと。でももうこれ戻ってきてるってことは、もう居心地悪くなったから帰りたいんだろうな。お世辞か。やっぱダメだよな。支配下にいるとこういうことになるよな。